今日もお疲れ様です。お疲れ様でした。何が食べたいですか？男はやっぱり肉食いたいですよ。じゃあ肉行きましょう。よっしゃ。ということでバイト君を連れてやってきたのは焼肉の殿堂清水ホール。ビールだけでも5種類もあった大好きな札幌ラガで乾杯。仕事終わりの焼肉とビール、これ以上の幸せがあんのかよ。まずはバイト君が焼いてくれた厚切り上タン、肉汁とレモン汁を逃がさない網目状の切れ込み、ブリンブリンの食感がたまりません。清水ホール名物の生ホルモンユッケとレアロースユッケ、秘伝のタレと卵に絡めていただく、それは仕事で疲れた私の体をみるみる回復させ、金色に輝く神の産物ビールを飲むことを促進させるのです。清水ホールのスーパーハラミ、これな、肉と甘じょっぱいタレが全力で米を食べさせてくるんや。スーパーハラミと米が美味しすぎて体の大きなバイト君はライスをおかわりする羽目に。焼肉屋さんなのになぜか豚足もあって、持ち上げようとすると骨がホロホロと崩れてしまうほどの柔らかさ。このプルプルのコラーゲンで向こう3日間の私の肌ツヤは保証されたはず。ありがとん。まだまだ肉食べますよということで、和牛特選赤身盛り、付け合わせのニンニクコンフィマシマシでいただく上ロース。めっちゃ美味しい。これニンニク臭い女どう思う？何食ってきたの？肉ですね。これが噂の清水ステーキ、総重量なんと 400g の黒毛和牛のロース。分厚い肉を一つずつ積み上げるその姿、まさに清水の富士。上質な脂のリブロース、何個言ってもおえってならずに食べることができました。こうしてあっという間に完食。明日からも元気に頑張るぞ。